こんにちは、アンドロイドのお姉さんです。私はただいまシンガポールに来ております。シンガポールの普通のホテルに泊まってたんですが、バルコニーあったんだね。気づかなかった。あれ、鍵がかかってる。出れないバルコニー。今日はここをチェックアウトして、あの憧れのホテルに泊まろうと思います。チェックアウト。Yeah. Thank you. ああ、暑い。暑いよ。暑いよ。パヤレバ駅に行くまでの道のりで、若者たちが等間隔で座っているスポットを発見。何なんだろうね、鴨川みたいな感じなのかな。駅に到着。やってきたのはホテルの最寄りではなく、タンジョンパーガー。あっちすぎる。あっちすぎるよ。ちょっと歩きます。ホテルのチェックインまでまだ時間があるので、昼ご飯を食べに来ました。駅から10分ほど歩いてやってきたのは、ホーカーズのマックスウェルフードセンター。マックスウェルフードセンターにやってきました。チャイナタウンに位置するマックスウェルフードセンターは、物価の高いシンガポールの中でもお手軽に中華料理を楽しむことができます。シンガポールに来て中華かよと思ったかもしれませんが、国民の 75% 以上が中華系のシンガポールでは、中国ルーツの料理がシンガポールの郷土料理になっていたりもします。このホーカーで食べられる名物料理もその一つです。どこだろう、ここだけ異様に行列なってる。ここで食べたいから来たけど、一体何分待つの？屋台の中でもひときわ行列が目立つのは、てんてんハイニーズチキンライスというお店。ここのチキンライスがとても美味しいそうなので、並んで待つことにします。20分ぐらい並んで、ようやく私の番。Can I have chicken rice medium, please? ここはミシュランビブグルマンにも選ばれているすごい有名なお店。定番のチキンライス無事買えました。すごい人やな。席が空いてない。鶏肉が柔らかくて絶品。安くてこの満足感ならいいですよね。ただソースがピリ辛で、食べ進めるたびに辛さが増していきます。いやー、チキンライス美味しかったな。シンガポールに来てやっと美味しいものを食べられた気がします。というわけで駅へ。
フルプレイス。ここで見るのはシンガポールで一番有名であろうあれ。ベイエリアに来ました。ここを進んでいくとめっちゃ入ってるわ、マーライオン。時たま世界三大がっかり名所と揶揄されるこちらのマーライオンですが、それはどうやら設置された当初の話らしく、もともと川の河口にあってかかっていた橋のせいでマーライオンの全貌を見ることができなかったのだそう。現在は移設され、ベイエリアの見晴らしのいいところに立っています。あーでもなんか不思議と感動とかは全然ないな。あーマーライオンやぐらいのテンション。確かにがっかりと言われればうーんって感じかな。おーマリーナベイサンズに吐きかける水。あーしぶきがしぶきが。あー定番のポーズ、一人でもできました。さて、マーライオンも見たことですし、暑い中移動していきます。目指すは今日泊まるホテル、マリーナベイサンズ。ベイエリアではランドマーク的にどこからでも見ることができるので、近いと思って歩いてみたらかなり遠かった。暑い中 1.5 キロぐらい歩きました。到着。地上55階建ての3つのホテルタワーを屋上で結んでいるのは空中庭園とインフィニティプール。2010年の開業以来、シンガポールのランドマークとして憧れのホテルとなっております。ホテルの真下に MRT の駅ありました。歩いた意味。マリーナベイサンズです。おーすごい、すごいね。来るの2度目だけどね。ただこんな場違いなバックパック背負ってるやつはなかなかいなさそう。チェックインカウンターめっちゃ並んでる。チェックインを済ませ、早速お部屋へ。8階という結構低層階なんですが、プレミアムルームを用意してくれたということで期待が高まります。96、すごいね、吹き抜けが。ここマリーナベイサンズにはなんと2560室の部屋があるのだそう。今回は一番安いお部屋を取ったのですが、ハッピーバースデーアップグレードということで期待が高まります。なんか貴族みたい。ベッドでかい、ソファーいっぱいある。一人で使うにはあまりにももったいないね。眺望も見てみましょうか。実はちょっと荷物置きに
最初に入ってきちゃったんだけど、その時自動でカーテン開いて、めっちゃ感動したんだよね。バルコニー、バルコニーが、これは、植物園ビューなのかな。熱っ。植物園があるんだよね。夜は部屋からショーも見れるって言ってました。バスルームも。バスタブ付きのお部屋にしましたって書いてたから、すごい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 。なんかもっと旅疲れてきた頃に入りたいな。これは今はまだ元気やから、もっと疲労困憊の時に入りたいね。お、アミニティもマリーナベイサンズ用。で、これもすごいな。これもすごいな。なんか、これなんていうんだっけさ。符号ごっこできるやつや。ここが、自動で開けてくれるトイレ。うわ、綺麗だ。綺麗な。そしてここがシャワールームか。こうよくある手持ちのシャワーと頭上から降ってくるシャワーの2種類ね。操作を間違えると頭から冷水を浴びることになるタイプですね。トイレットペーパーにシールなんて初めて見た。アメニティもなんか高級そうだもんね。竜もいるし。何これ。 With compliments。 これ歯のさ、この歯の矯正器具入れるやつかな。ちなみにマリーナベイサンズっていうか、海外のほとんどのホテルは人数じゃなくて部屋ごとで料金が決まってるから、今回も私みたいに一人で泊まるよりも絶対何人かで泊まった方がお得なんだよね。ここだと二人部屋なのかな。確かに一人占めするにはもったいなさすぎる。いい部屋だわ。With compliment。 なんだろう、チョコレートかな。クッキーだった。こちらはバー。有料やけど、コーヒーとかは無料。このチョコレートも多分食べていいやつ。これで料金かかったら罠やもんね。ちょっとクッキー持ったままでごめんなさいやけど、辛ラーメン入ってやん。ここに来て辛ラーメン食べる人おんのかな。まあ美味しいけどさ。おー、あ、冷蔵庫。わー。でもね、シンガポールもね、やっぱお酒高いんだよね。このタイガーやったら安いのかもしれないけど、アサヒスーパードライは高いだろうな。ビアは全部9ドル。1100円とか。まあまあするね、やっぱり。テレビでっかー。
水着に着替えてプールに行きましょうか。どうやって行くんだっけ。55回だったっけ。55回スカイパインフィニティープール。Any towels for you? One, please. Water? Thank you. Oh, thank you. 人、人、人やな。到这边反而觉得这个自己还适应的，这边要去五个啥子奥克的，五个啥子奥克的。哇，世界一高い場所にあるプールを満喫。ただ人が多すぎてあんまり情緒はないけれど、実は私このプールに少し嫌な思い出がありまして、8年前ぐらいに友達と来た時にこのプールにスマホを水没させたことがあるのです。そんな苦い思い出を経て今回はリベンジマリーナベイサンズなのです。人が多いわ、寒い。寒くなってきたらジャグジーもありました。そんなこんなでいつの間にか日が暮れてきました。Okay, thank you. Transfer. This way, yeah. Ah, this way? No, this way. Okay. Yeah. This way. You need to down, right? Go down, right? Yes, 8-4. Yeah, you can. Thank you. やっと戻ってこれた。I'm home やで。自分の家かのように汚しちゃってる。え？わ！わー！わー！誕生日ケーキや。マリーナベイサンズや。ハッピーバースデー。うわー、うまそう。普通に買ったら高そう。しかも、ろうそくも1個、1歳。なんか、コーヒーでも。あ、有名な紅茶やん。これは何もないんか。紅茶でもええね。コーヒーでもええけど。なんかやってみたはいいけど、使い方がいまいちわからないんだけど。どこにカプセル？ようやくわかりました。ガチーン！
わかるかい、初見で。エチオピア、お、ガチャーン。あら、エスプレッソの量しかないやん。真ん中にズハ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 私。Happy birthday to you. やば。虚しい。誕生日のライブ配信してたらガーデンズバイザベイにあるライトアップ見逃した。いや9時からやと思ってたら8時45分からやった。9時から行われるのはマリーナベイサンズ自体が光を放つショーで、マリーナベイサンズに滞在している私からは近すぎて見えないという。マーライオンがあるあたりから見るのが綺麗みたい。というわけで今日は何も見れませんでした。ご飯食べに行こう。マリーナベイサンズには直結のショッピングモールがありまして、高級ブランド店や飲食店、そしてカジノもあったり、ここには何でも揃ってます。建物内になぜか運河があったり、地下2階には大きなフードコートがありまして、フードコート、ああ、いい匂い。多国籍国家のシンガポールで多国籍な料理を楽しむことができます。何を食べようかな。あまりに選択肢が多いと選ぶのが難しいですよね。一風堂もあるやん。終わっちゃってるけどね。ヴァンパイア。あー、バクテーはありやん。バクテーいいかな。バクテーか。なんか薄味でおでんみたいな感じでした。これはなんか油揚げみたいな。美味しいけどかなり薄味です。私が想像してたバクテーの肉も発見。あ、やっぱりこれがバクテーなんですね。鍋スタイルなんですね。ただお肉もやっぱり薄味。店の前にタレあったからこれかけてみた。
この甘辛のタレかけたらめっちゃ美味しくなった。やっぱり味は濃い方がベストだね。食後、私はある場所に向かいました。カジノに行こうかなと思うのですが、まず ATM でお金を下ろさないと金がない。すごい、 ATM の前に責任のあるギャンブル大事。これあー高いな。あ、ええか、勝てばええか。きたー、皆様ありがとうございます。3万5千円ぐらい勝ちました。笑いが止まらんね。イエー。カジノ内ではドリンク飲み放題だったし、勝てたしでラッキーすぎる。帰るか、このマリーナベイサンズに。I'm home。 わー、勝手にカーテンが開く。今見れたわ。へへへへ、何この出方。シャワーの出方やばい。マリーナベイサンズバスボムを入れます。シュワシュワシュワ。というわけで寝ます。おやすみなさい。朝ごはんを食べに行きます。わお、めっちゃ並んでる。緑のおばちゃんに席まで案内してもらいます。柱の色と合わせてるのかな。朝ごはんはビュッフェスタイル。ベーコンやソーセージなどの定番メニューもあります。ポテトキャリーパー、パンをチョコレート。わー、ベリーうまそう、ベリーうまそう。
ベリーうまそう。フルーツいっぱい。いっぱい食べよう。Thank you. Omelette, please. マリーナベイサンズには朝食会場が2種類ありまして、1階のこちらと57階プールサイドのレストラン。57階の方も覗いてみたんですが、混んでたからこちらに来ました。まあでもこのレベルのホテルのレストランの朝食、何食べてもうまいからどっちでもいいんですけどね。というわけで12時になりましたのでチェックアウト。たった1日だけですがマリーナベイサンズを満喫できたのではないでしょうか。今回も動画見ていただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。